ゴルファーのための車かなみたいな。ホンダの全く新しい SUV ZR-V は異彩開放というグランドコンセプトの通り、乗る人の個性を解き放つ車となるよう開発を進めてきました。ゴルフ場でも異彩を放つデザイン、パワーテールゲートを標準装備し、ゴルフバッグの出し入れもしやすい荷室、最新のハイブリッドシステムスポーツ EHEV を搭載。遠出のゴルフでも疲れにくく、燃費よく、どこまでも爽快な走りをお楽しみいただけるゴルファー必見の1台に仕上がりました。ゴルファーなんてやっぱりその1時間2時間運転してから実際にこうスイングをしなきゃいけないので、乗り心地とか長距離運転もすごく楽なんじゃないかなと思いますね。私レーサーなので、見た目のかっこよさとこう速さに紐づくようなデザインが好きなんですけど、グリルからこのラインがすごく美しいなと思いました。ゴルフのバッグを積める車ってかなり荷室が高いイメージがあるんですけど、それが女性にも優しく低くなっていることと、横にも3個積めるっていうのはみんなでゴルフを楽しめる車なんだなというふうに思いました。ゴルフのレッスンをする場合でもやっぱりこう全体的なフォルムがやっぱり綺麗じゃないと、で綺麗なスイングってやっぱり効率がいいんですよ。効率の良さを求めるっていうのはやっぱり見た目のデザインにも結構影響されてるので、おしゃれでかっこいいなっていうのは第一印象、ゴルファーにはすごくうってつけの車なんじゃないかなというふうに感じがします。